はい、どうも皆さんこんばんは、闇盲信です。いや、完全に春が来ましたよね。いい季節になってきて、仮想通貨市場も盛り上がってきて、気分も結構ね、浮かれている方が多いんじゃないかなと思います。こんな気持ちのいい季節になると、どうしてもやりたくなるのがトレードですよね。僕も過去 FX で多額の資産を溶かした経験がありますが、その負けた時って皆さんはどうやって怒りを鎮めていましたか？僕は結構よくベランダに出て、星空を眺めるっていうロマンチックなことをして怒りを鎮めていたんですが、都会に住んでいる方だと街の明かりでよく見えないなんてこともあるかもしれませんが、僕は地方に住んでいるので星がめちゃめちゃ綺麗に見えるんですよね。特に寒い時期は空気が澄んでいて、より一層綺麗に見える。そんな僕の怒りを何度も鎮めてきてくれた星たちなんですけれども、そんな星たちに実は不思議な力が秘められているっていうことは皆さんご存知でしょうか？そしてこの不思議な力は経済にも影響を及ぼしているかもしれません。ということは、この星の動きを観察すれば経済の動向が見えたりするのかもしれない。今回の闇盲信では、そんな星たちと経済の不思議な、そして奇妙な関係性をしっかり見ていきたいと思います。これ事務所に来たら、さっきここの観葉植物が折れてたんで、ちょっと出演してもらったっていう感じのだけじゃん。ご存知の通り、星たちは遥か遠くの宇宙に存在しています。そのスケールの大きさや謎が多いこともあって、僕たち人間は古くから星たちに神秘的なものを感じています。そのことは現代でも星占いや宇宙のパワーというものが話題に上がることからもわかると思います。それらについては統計的な研究もされていて、月と人体に関するものなんかは結構有名ですよね。生物学専門雑誌カレントバイオロジーに掲載されたスイスの研究論文によると、満月の夜は睡眠時間が短くなり、睡眠の質が低下して眠りに落ちるのに時間がかかるということが分かっています。またフランスの研究結果は、満月の日は新月の日よりも事件が優位に少ないことが示されていたり、またドイツの研究では、新月になると40歳以下の男性の非暴力的な事件の件数が微妙に増えるということも分かったそうです。微妙に増えるっていうとどれぐらいなのかよく分からないですけど、とにかくこの月は我々人類と古くから関係が深いとされていて、例えば腹腔動脈という名前の血管がありますが、この単語は4文字中3文字に月を含むんです。ちなみに腹腔動脈とは、胃や肝臓、膵臓、脾臓などの腹部の臓器に血液を送る太い重要な動脈なんですが、今この説明した文章の中にも月という漢字が14回登場していることに気がついたでしょうか。もちろん病気の名前も月を含む漢字を使ったものばかり。胆嚢腺筋腫、髄膜腫、胸腺腫などなど挙げればキリがありません。もちろん月が持つどんな力が働いて影響するかは明確には解明されていませんが、一つ言えることは、天体が私たち人間の気持ちやメンタルに何らかの影響を与えるということです。そしてもちろん忘れちゃいけないのは、経済を作っているもの、それは我々人間だということです。星たちは人間の行動に影響を与え、その人間が経済を作り上げる。このような仕組みが成立しているとするならば、星の動きこそが経済の先行きを示すものであるということができるということなんです。実際にそのように考える人たちによって、星の動きと経済動向の関係に対する統計的なアプローチが盛んに行われています。そのような天体の動きとこの相場の推移、これを統計的に分析して今後の相場予測のヒントにしようとする手法、これをフィナンシャルアストロロジー、金融占星術と呼びます。経済に占星術、闇盲信もここまで落ちたかって思われるかもしれませんが、ちょっと一旦星でも見て落ち着いてください。詳細を調べていくと、これ簡単にバカにできるような話じゃないんです。皆さんもよく知っている世界的金融機関を創業した JP モルガン、彼はこんな格言を残しています。億万長者は占星術を信じないが、大富豪は活用する。またテクニカル分析の始祖としても知られるアメリカの投資家ウィリアム・ギャンも占星術を金融分野へ応用していたといいます。その他様々な世界の真のお金持ちは、この星の動きを観察しながら財を成してきたという逸話が数々残っているんですよね。そう聞くとなんだかちょっとワクワクしてきますよね。とは言っても、過去の事例とか話してもらわないと簡単には信じられないぜっていう方も多いんじゃないかなと思います。ここからは天体と経済の関係について具体的なエピソードをいくつか紹介していきます。まず紹介するのは、惑星の逆行現象と相場の動きに関するアノマリー。逆行現象とは、太陽系にある地球以外の惑星が夜空の上で通常時とは逆の方向に動く現象のことを言います。この現象が発生する理由は、地球を含めた各惑星が各自違う周期で太陽の周りを回っているからです。周期が早い方の惑星が遅い方を追い越す時に
にお互いの位置関係が入れ替わるため、いつもと逆に動いているように見えるというわけです。わかりやすく言うと、車や電車に乗っている時に他を追い越すと相手が後退しているように見えるのと同じ仕組みです。まあ、地学の話はこれぐらいにして、この逆行現象と相場の関係性、4つエピソードを紹介します。まず初めに紹介するもの、ビットコインの値動きに関するアノマリー。これは彗星が逆行している期間はビットコイン相場に一方向のトレンドが形成されるというものです。このアノマリーは仮想通貨の投資家たちの間でかなり有名であり、それだけにこのアノマリーの角度は高く、過去何度も彗星の逆行現象時にトレンドが発生してきました。直近で発生した2023年12月13日から2024年1月2日の逆行現象でも上昇トレンドが発生しています。彗星の逆行現象の周期は短く、年に3、4回発生します。また逆行の期間は1回あたり20日余りと言われています。今年はあと3回発生する予定で、時期はそれぞれ4月2日から4月25日、8月5日から8月29日、11月26日から12月16日です。皆さんメモりましたか？まあ、一応これ覚えておいて損はない情報だと思うので、ちょっとね気にしてみるのもいいかもしれません。比較的新しい資産であるビットコインに天体と関係するアノマリーが存在するということは、もっと古い資産にも当然存在します。2つ目から4つ目の事例に関しては、この逆行現象とドル円相場によるものです。まずは木星の逆行現象。これが発生している期間はドル円相場のボラティリティが小さくなる傾向があると言われています。日米両国の金融政策など大きなニュースがあった場合はそちらが優先されるようですが、そうでない時期と木星の逆行が重なった際は幅の小さいレンジ相場になり、値動きが乏しくなると言われています。木星の逆行現象は1年と少しの周期で発生し、次回は2024年の10月9日から始まり、2025年の2月4日に終了する予定です。次は火星の逆行現象。この現象が起こっている時期は木星と同じくレンジ相場になりやすいのですが、一つ大きな違いがあります。それは現象が終了した後に相場が荒れやすい傾向があるという点です。例えば2009年末から2010年初頭及び2014年に発生した逆行現象では、終了後にドル円相場は底打ちして上昇が発生しました。また2012年の事例では逆行現象終了後に相場が下落に転じました。火星の逆行現象は2年周期で発生すると言われていて、次回は2024年12月7日に始まり、2025年2月24日に終了すると言われています。そして最後、金星の逆行現象。木星、火星とは違って、これが発生しているときは相場のボラティリティが上昇する傾向があると言われています。過去の例からいくと上昇するパターンが多いようですが、そういうときは期間中に相場の天井を迎えています。近年の例では2007年、2009年、2012年、2015年にこのパターンが見られています。金星の逆行は20ヶ月程度の周期で発生しており、次回は2025年3月2日から始まり、4月13日に終了する予定となっています。まあ、後に紹介したアノマリーに関しては FX で注目されそうですよね。特に最後に紹介した金星のアノマリーについては火星や木星よりも強力と言われています。まあ、次に発生するのは2025年ということで、ちょっと先にはなりますが、頭の片隅に置いておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ここまで惑星に関するアノマリーを紹介してきたんですが、最も世界で研究が進んでいる分野、それは月の満ち欠け。こちらも古くからあるアノマリーで比較的ポピュラーなものです。歴史があるがゆえに様々なパターンの説があるのですが、今回はその中でも一番注目されている説を紹介します。それは新月の日に相場は底打ちして、満月の日に相場は天井を迎えるというもの。非常にシンプルですよね。このような事象が発生するのは、動画の冒頭で少し触れたように月の満ち欠けが人間の気持ちに影響を与えているということの証拠であると言えるかもしれません。新月の日にイライラしやすくなるというのは、言い換えれば気持ちが流行ってしまうということです。下落相場の中でそういった心境に陥った場合、焦って売ってしまうことで結果として相場の底打ちにつながる。同じように考えると、満月の日に睡眠の質が下がるということは興奮してしまうということだと考えられています。そのような心境の中で上昇相場を迎えたなら強気になって買ってしまい、そこがピークとなるんじゃないかと。まあ、これ結構著名な話で、いろんなところでも言われているので皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、この話実は続きがあるんです。それはこの法則が否定された場合はトレンドが加速するというものです。考えてみれば当然のことですが、気持ちが流行りやすい新月の日であるにもかかわらず底打ちしない、興奮しやすい満月の日なのに天井を迎えないということは、月の満ち欠けの影響を
を吹き飛ばすぐらい相場に強いトレンドが発生しているということです。このパターンでは短期的に強い値動きが発生するので、トレード的にはチャンスと考えられているということです。このアノマリーはドル円相場など古くからある資産の値動きに対して幅広く適用されるものですが、特に威力を発揮するのは株式に対してだと言われています。中でも日経平均株価では顕著に発現していて、2023年のチャートを見るだけでもそれがわかると思いますので、興味がある方はぜひ確認してみてください。ここでやっぱり気になってくるのは、この月の満ち欠けがビットコインに対してはどんな影響を与えてくるのかということだと思います。結論としては、残念ながら現時点で有用な法則性は見つかっていません。しかし金融占星術の観点で月とビットコインの関係を見出そうとする研究はありますし、実際にトレーディングビューとかでもこの月の満ち欠けの状況をビットコインのチャートに表示するということができるようになっています。もしかしたら将来的に何かしらの法則性が見られるようになるかもしれません。ということで、ここまで惑星の話、そして月のアノマリーについてお話をしてきたんですが、最後の一つ、これはもう皆さんお分かりですよね。空にある天体の中で一番熱くて、そして一番明るくて、なんかもうめっちゃ眩しくてくしゃみしそうになった時に、あの太陽を見てクシャンってする人もいると言われるあの太陽です。皆さんは太陽の活動に強い時期と弱い時期があるということはご存知でしょうか？太陽の表面を観察すると、他よりも温度が低いため黒く見える部分があります。これを太陽の黒点と呼びます。そして太陽の活動が活発化するほど、この黒点の数が増加することが知られています。古来より太陽の黒点の数が多いか少ないか、つまり太陽の活動が活発かそうでないかと人間の活動には奇妙な関係性があります。例えば西暦1645年から1715年にかけて発生した太陽の黒点がほとんど観測されない期間、つまり太陽の活動が著しく弱まっていた時期があります。この時期の世界ではイギリスで革命が起き、フランスやロシアで戦乱が勃発し、中国では王朝が滅亡するなど社会的政治的な大事件が相次ぎました。また近年では太陽の活動周期はざっくり11年で一巡すると言われているんですが、太陽の活動が底になっている時期は決まって恐慌が起こっています。具体的には1987年に始まったブラックマンデー、1997年に始まったアジア通貨危機、2008年のリーマンショック、2020年のコロナショックです。これらの事件の周期はなんとざっくり11年周期、つまり太陽の活動周期と一致しているんです。一方で太陽の黒点の数が多い時期、つまり太陽の活動が活発化している時期には総じて株価が上昇傾向にあります。2000年前後のドットコムバブルなんかは顕著な例だと言われています。こういった事例を見てもわかるように、このアノマリーはこれまで紹介した中でも最も強力なものと言えると思います。じゃあこのアノマリーを使って現在の相場を見ていきましょう。先に結論を言っておくと、世界は現在進行形で相場上昇のチャンスを迎えています。なぜなら2024年1月から10月は太陽活動の極大期、つまり活性化のピークとなっているからです。それを示すかのように、昨年終盤から好調な株価は今年に入っても衰えておらず、悪いニュースが出ても弾き返すほどに強い相場が続いています。おまけに11月には直前までは株価が上がりやすいと言われるアメリカ大統領選挙が控えています。複数のアノマリーが強気相場を示している状況ですので、少なくとも今年の10月までは好調な経済相場に期待できるんじゃないかと言われています。ただこれは以前の動画でもお話ししたんですが、アメリカにリセッションが来るんであれば10月頃もしくは大統領選挙が終わった11月頃になるんじゃないかというふうに囁かれています。もしこの通りにリセッションが来た場合、この太陽に関するアノマリーは相当信憑性を増すことになりそうですよね。ということで今回は天体と経済の関係性に関するアノマリー、これをいくつか紹介してきました。特に最後に紹介した太陽のアノマリーに関しては、過去に何度も強く発言していることと、今がやっぱり一番盛り上がる時期であるということから注目したいよ。まあ、この金融占星術の分野ってかなり奥深くて、今回動画で紹介した以外のアノマリーもたくさんありますので、もっと情報が欲しいと思った方は Google や ChatGPT でぜひお調べいただければと思います。皆さんも必ずオカルトの世界へ行き着きます。草